伊藤達郎7月23日代は日本の銀行家、朝日銀行頭取を務めた愛知県出身、印刷業を営む家庭に生まれる。1959年名古屋大学経済学部卒業後、共和銀行入校。若かりし頃から将来の頭取候補として職望され、企画、人事など中枢部門を担い2点の支店長も歴任した。 埼玉銀行との合併の際には、常務企画本部長を務め交渉の初期段階から関わり、合併後には大倉省との接省も務めた。朝日銀行が発足後の3年目には、副東取埼玉駐在として、自宅から通えないことはなかったが、あえて、浦和市に今日定め校内融和を推進した。1997年に、東取に就任。 トップ在任時には金融再編の時代に翻弄される中、難しい経営への舵取りを迫られた。2001年9月、迷走の末、大和銀行との経営統合を決断。同年10月25日付で統合を決するまでに、株価が急落したことや、2001年9月中間決算が赤字予想となったことを引析したい人。役員退職慰労金の受け取りも辞退した。 伊藤達郎氏、朝日銀行金融再編にも自然体で、朝日新聞1997年5月7日、AB、新社長、伊藤達郎朝日銀行、中間ダイヤモンド1997年8月9日号、新東取に、伊藤達郎氏、会長に、田中忠氏朝日銀行、朝日新聞1997年4月16日、朝日人党取 退職金返上へ、株価急落、赤字決算の責任はっきり、朝日新聞2001年10月25日、朝日銀、東取に、柳瀬専務、田中会長、伊藤東取は退任。四国新聞社。 http://www.shikoku-np.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュナショナルスラッシュエコノミースラッシュ20010925003922020年1月17日閲覧ありがとうございます